五代幕府との関係を悪化させた五代大内範弘と自罰の未業書を獲得した範宏というところですね。これはあのまず大内持代さん、この人は半分在京大名的な側面もあって、大内氏は在京大名と守護の2つの側面をこう,うまく使い分けているという気がするんですね。 としての側面を永住してますけども、まあ、あの、もう一つ、大内氏には対面という側面も実はあると。で、この過敷塗らんで応子したわけですけども、これはの結局あれですよね。過敷塗らんで応子したのは、持ちよが吉則の昇番集だったことが多いですね。吉則の赤松帝のおなりについていって、そこで殺されちゃったと。持ちよも巻き込まれたと。 で、範宏が継承してます。で、範宏は山名博隆の娘で、早前の養生を妻にしてます。で、これ、実は同じ人頃ですね。山名博隆の娘で、早前の養生を妻にした、もう一人の男があるわけです。それが細川勝元ですね。結城雅美さんのシンクロ走るでは、この山名博隆、若くて死んでしまった山名博隆、カキのランで、 宋禅は逃げたけども、広隆は殺されてしまっただから、この広隆を見捨てた思いがどうしても抜けなくて、広隆が残した二人の娘を何としても幸せにしてやるというふうに言ってるシーンがありますけども、一人が細川勝元へ、もう一人がこの大内典弘に突入しみたいですね。勝元から政元が生まれ、この弘から正弘が生まれてるんで。 この大内政宏とあの細川政元、それから山名宗前、細川勝元、この辺も血縁でがんじがらめあの山名宏隆の娘ですねで。そういった関係で、大内は山名との関係が深いんですが、この辺非常に難しくて、えー、山名との関係が深い、ただえ、細川とは利害が対立するという非常にあの難しい。ので この書きランの後の20年間は、山名と細川が連携している山名細川連合が出来上がっていて、細川山名連合に大内はどういうふうに関係していくのかと。いうことですこの場合、とりあえず山名との関係をうまく使ったために、小二のりおり、大友知奈緒、菊池健も千葉兼重、大内道頓、これはあの大内のりですね。大内の、これらを千葉つする、地行賞を獲得するために、のりのスタートは、 ゴリゴリに室町幕府派として、室町幕府の代官として、異常に活躍したのが、範博のスタートだったんですね。ところが、関連細川勝元との対立ができてくると。まあ、どう見ても、瀬戸内海の海を巡って対立するというのは目に見えてますけども、渋川範直の講演をやってます。 まあこれは大内市に課せられた基本的に役割なんで、それは当然ですよ。さらに神崎軍、非善の国の神崎軍の支配も任されているということで、大内市が、あの、非善の国、神崎軍っついうのは、吉野ヶ里遺跡のあるところで、有明海の海運があるんですね。この神崎の将、神崎軍の大官っいうのは、実はあの、 サイランプダモリがこれで、まあ、これはあのー、神崎の章にそういう役、あ,のー、あ,れがあるすね神崎野の章のそういう役所があの博多にもあるんですね、これ。だから神崎軍支配というのは、この頃ろどうなったのかちょっとわかりませんけども、大内範弘的には肥前の国に手がかりを獲得したということになりますね。ただ、ここで範弘さんをヘマを犯すんです。筑前の国の高野山寮を横領したんですね。 ああこれはあのよくある文言です。で、これの時に、小野山寮の横領をあの問題した幕府は、このこの慣例が細川勝元なんで、どうも勝本との対立はそこから始まってるみたいですね。で、ただこの頃は慣例がくる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 、あのまあ、勝本と持国の交代、交代に慣例をやってると。 まあ勝本と持ち国っていうのは全く政治的な方向が違うんで、この2人の慣例の交代によって、ものすごく振り回されるわけです。で、これ、もう一つ、私は面白いなと思っているのは、この持ち国と勝本が官例をくるくる変わることによって、まあ振り回されている人々からすれば耐えられないことなんでしょうけども、そのやりきれなさを一層増しているのは、別に政変が起こって、持ち国が引退して勝本になった。 政変が起こって、勝本が引退して、えー、持ち国に当たったんじゃないんですよね、これ。要するに、押し付け合いの結果、政策がガラリ、ガラリと変わるという、まあ、迷惑な話なんですね。要するに、勝本も持ち国も、めんどくさい管理やりたくねえやということで、お互い、あの、ある程度やったら、じゃあ次どうぞ、じゃあ次どうぞとやって、押し付け合ってる。その、か、その中で、ぐんらんぐんらんと変わると。 細川勝元全く正反対の持ち国は勝元が全部繰り返したんで筑前の守護に戻ってます。守護に戻ってます。守護、現人図は守護になっちゃったんですね。で、五土帝天皇の大上への単線負荷を、まあ、命ぜられて、で、それを守護に伝える。別に幕府から、五土帝天皇の大上への単線負荷についてはお前に任せるからお前がよろしくやるということで、これは。 あの本来はこういう仕事って九州短大やるんですけども、ひろはいわば九州短大の核として、この単戦負荷の仕事をあの行っているということで、幕府からかなり信頼されてるはずなんですが、はずなんですが、細川勝元と伊予の国をめぐる対立が勃発。要するに伊予の国 いうのは非常にこうセンシティブなところであって、細川家っいうのは讃岐を支配した讃岐、阿波、それから備中、摂、え、津、ー、泉、この辺りをに主,主語を持っとるんで、瀬戸内海の東側っいうのは細川家のい、まあ、わば近所統治なわけです。だから細川家としては、この伊予の国を確保したら九州まで視野がいける、入ると。 で逆に大内氏からしたら伊予の国まで支配すると友好、えー、関係にある山梨の秋の国、播磨の国まで抑えられると。問題は伊予の国だと。ということで伊予の国をめぐって勝本とまたえ範宏の対立が深まっていくと。勝本と仲悪い人間といこの伊勢定地下がいます。伊勢定地下は勝本との関係が非常によろしくない。そういう中で、 範広は伊勢忠親との連携を模索したんですけども、まあ基本的には幕府関係は悪くなっている。あの持ち国の死後、畠山家は急速に衰えていきます。畠山義弘が後を継ぐはずだったのに、そこに勝本と宗前の傀儡である松永が突っ込んできたことで、畠山氏の影響力は急速に衰えていくと。 幕府というのは細川山名によっって引っ張られるとでその中の細川勝元、幕府をリードしている人間の中の重要な細川勝元との関係が悪くなっていくと、大内氏はあの幕府の関係が悪くなっていくと。で、あのここでは書かれてませんけど、範宏言ったらもう一つあれですよね、対馬について、正二範頼が対馬におると、だからこの正二範頼を打つために、朝鮮に対して持ちかけてますね。 挟み撃ちしましまょうと正義折りを滅ぼしたら対馬の国を献上いたしますというふうに範広が言っているとで。それに対して朝鮮側は、いや、まあ,あのこれ、大内殿が負けたら、それでまあ、OK なんだけども、もし大内殿が勝ってしもて、正りよりが対馬を追放されるようになると、こいつらは枠を犯して、朝鮮半島やってくるから、この話は知らん顔しようというふうに朝鮮側では決めています。 だからあれでですすね、ね。の押し付け合いですよ、ね、6代、大内政宏です、えー。大内道頓の挙兵というのが一つのおけです。と。大内政宏、伊予の国で細川家と合戦に及び、細川家の重心であり、土佐守護大の新開氏を討ち取ってしまっています。細川の重心を討ち取っちゃったというのはまずいわけであって、幕府は自罰の右往書が出されます。 典弘はあの実は伊予の国であの病死してるんですねしゅあの、出兵中に。まあ、後継いだ正弘は、新海釈を打ち取っちゃったということで、まあ、面倒くさいなぁということですねで、これは伊勢定地家が取りなして、斜面に至りました。で、このあと、文章の政変で、定地家の失脚、それから細川山野の決裂というのがあります。 この辺は本書では触れられていませんけども、文章戦で伊勢ちが失脚、山名細川の決裂と。決裂した山名宗前の要請によって、2万の軍勢で大内正弘は上京しています。宗膳っのあれですよね、正弘がしたら祖父に当たりますからね、要祖父ですけども。この辺はあの東軍サイドから見てるシンクロを走るでは、備中の国から京都に上ってくる えー、荒川又次郎と有武三郎の2人が船が7部、海が3部ですと言われて、瀬戸内海を埋め尽くす大内市の軍勢、これによって一気にあの西軍が有利になると、えー、いうことですね。又広にとって困ったのは、東軍の主力部隊である山名これとよ、山名宗膳の次男ですが、宗膳との関係が悪くなって、とっとと始まるとかなり早い段階で山名これとよは、 細川勝元方についてます。で、この山名これというと、えー、赤松正則が兵庫を攻撃して、この兵庫通うの実は、あの、あれですね、えー、大内正宏を抑えたんですけど、この兵庫、ここを補給拠点にしたそこを攻撃されて、ちょっと困ったことになっていると。さらに、正宏にとっての、えー、困難は、大内道頓、おじの大内道頓、大内則行が挙兵して、東軍方についたということで、大内正宏にとっては、 九州それからあのぼ傍聴を留守にしている間に京都で結構面倒くさい目に遭ってるとさらに渋川紀奈の直松にり二り織正二正助、えー、大,内近大友親重らが大内道とにこうしてこいつらまとめて東軍方に行っちゃいました大内正弘結構ピンチです京都の方では2万という圧倒的な軍勢で京都を制圧したものの ここであの小国寺の戦いで勝ちきれなかったんですね、大内家は。戦争は長期化する。さらにあの九州の方では、こういった連中が反大友の兵力を上げて、さらに大内の内紛とも連動して、えー、ピンチになる。ところが、これを救ったのが末広盛らですね。末広盛らが奮戦しますと。京都の方では、しばらく膠着した後と、前勝本が相次いで死ぬと。それまで宋前のもとにいた、 足利義美は、宗全が死んだ後は、今度は大内正宏のところに来ると。いうことで、この義美を迎えたっついうのは、要するに、正宏は西軍の総帥になったということですね。西軍の総大将になったということを意味します。義美は正宏の上でやってきました。ただ、あの、ここで、ま、あの、正宏はどうも、あの、うまく立ち止まったみたいで、義政を攻撃し,しようとしないと。 吉政も正弘を信頼して、東西のお牧の終戦を要請しています。その見返りとして、幕府、吉政は、大東正近に対して、あの、道頓には組みしないように命令を出し、王子道頓の乱を、幕府は、手助けしないと。いうふうに、まあ、動いています。だから、この辺りになると、もう、ごっちゃことなんですね。要するに、道頓からすれば、橋を外れたもんですね、これ。せっかく、東軍のために、拒否したぞ、言ったら、吉政は道頓には、 味方するなと。大内正弘と大応仁軍の続きですけども。厳密に言うと、この時に筑前守護職になるみたいですね。千百七十七年には畠山城と連携して、筒井市の山城木津城を攻略してます。その結果、大内正弘は奈良を支配下に置くことに成功しました。この千百七十七年に、山城の木津城を攻略して、奈良を支配下に置いたのが。正弘の最後の活躍です。 その後、東西は僕総前と勝本の中でもしばらくなかなか僕は住まなかったんですけども、日野富子、足利義政らの粘り強い交渉の結果、大内政宏も富子の公安を取り入れて、東西は僕が成立したんですね。で、まあ、この東西は僕で、この東西は僕を受け入れなかった唯一の西軍が畠山をしているんですね。で、大内政宏は帰国する。これによって、応仁の乱は集結する。 だから、正宏が京都から都合に帰ったことで、応仁の乱は最終的に決着がついたというふうに言われています。まあ、それはそれも出た、都合、長門の守護式は安堵され、さらに幕府両国大官式から筑前の守護式にも任命されて、王子正宏の時に大きく、それの大官から守護に昇格したということになります。 正弘の博多主人と筑前武前の国の奪還ということですけども、正二政助け、正弘が留守の間、博多に小二氏が入っていたんですね。この正二政助けは東軍方ですから、東軍方であるということは、実は筑前武前に関しては守護職は安堵されたとはいいそれまでは実は義政は正二政助けに筑前武前の守護式を引き渡しています。だから正二政助けが筑前武前にこう攻め込んできたわけですね。 それを正宏は奪還しています。まあ正宏がやっぱり帰ってきて京都がなくなると大内者強いと。で、さらに筑前の黒人である麻生家、それから非前黒人の千葉市のナイフにも介入し、あちらこちらの大名と面会あるいは処女のやりとり等を行って九州経営を本格化させていきます、正宏は。その結果、まあ、正宏が九州を制圧した。北九州を制圧した。 渋川氏はその結果どうなったかですね渋川範直は正宏と芝市の内紛で対立しました。でこれ結局正宏の言い分が通ったってことは範直さんは正宏と対立しちゃったんですね。渋川っうのはもう大内氏の全面的なバックアップないとやっていけないのに正宏と対立しもたと,と。そうなるとどうなるか。 末広森から小西の残党の討伐命令が出たわけですけども、ある意味、ものすごく残酷なわけですよね。渋川市からすりゃ。足利一門で九州短大、本来大内に対してこう命令できる渋川市が、大内市じゃなくて、末市から小西の残党命令を受け取って、小西の残党と戦うと。これは渋川家が高い価格、 権威となりながらも、実事実上大内市の悲観と化していく。あれですね、大崎と一緒ですね。大崎は最上と。伊達の悲観化していった大崎、最上と一緒であって、渋川家は偉いということになってるんですけども、その内実は大内市の支配下に取り込まれてしまっていると。渋川家と小児の対立というのは、引き続き起こるわけですけども、大内市をバックにしている大内の悲観となってしまった渋川家の有利に進んでいくと。 これっ、ね、て、あの、小二も、紀前の国の一部を支配するだけの、まあ、黒人になっていくわけですね。で、大殿正家の悲観が、あの、兵衛正助の乱闘総統選に活躍すると。まあ、大友、大内の関係が、北九州の主人公が大内、大友になっていくと。といこます。この過程を通いて、この正弘の代に、大内氏は戦国大名化を急速に進めていくと。 要するに渋川家を悲観化していって、いわゆる室町幕府からの直接の命令を受けなくなってくると。九州の政治情勢通の大内氏から見ると、幕府はこの大内氏と、それから小に大友氏を天秤にかけるという関係にあります。大内氏の関係が悪くなると、小に大友を頼り、小に大友との関係が悪くなると、大内氏を頼る。 だから大内氏と小児大友氏というのは基本的に幕府をお互い取り込む関係であると。だから、そもそも幕府に対しては異種はない。要するに幕府に対して反抗することはない。幕府と大内氏は戦います。あるいは幕府と小児氏は戦います。で、これは結局、大内と小児大友が幕府の取り合いをしているというふうに見るべきであると。 だから、小児が幕府から公益命令を受けますが、それは結局、大内との関係大内と幕府が関係が強くなると、小児は叩かれる方になると。別に小児が幕府を潰してやろうとか、幕府を滅ぼしてやろうとか、そんな気持ちはない。ということですね。大内との関係が悪化すると、小児、大友に対して筑前、武前への侵攻を進めていく、こういう幕府の戦略があったんだということになります。 結局、幕府はどうしたいんですか幕府は基本的に大内氏にあの九州をうまく抑えてもらって、将に大友をなんとか抑えてほしいな、つのは多分基本ラインやと思うんです。ただ、それが例えば大内氏と幕府の関係が悪くなっちゃうと、将に大友を頼らざないねと。室町幕府はこういう時に基本的に、 強い方に味方をするという行動原理じゃないかな、あれ。大内氏を九州短大にしちゃうというようなことはできない。やらないですね。短大を、足利が一文がもも短大につけたのは足利をしてるまでないですね。じゃ関東管令に当たるようにすることもできない。でも渋川がそんなに力がない、大内に比べて。うん うん、渋川に力を持たせなかったからね。結局そこなんですよね。渋川に力を持たせない。大崎に力を持たせない。最上に力を持たせない。でも短大でやれと。やれと。かなりバックにすると無理ゲーだよな、これと思うんですよね。で、比較的うまくやったのは今川領主。だけどそれはあかんと。脳もは今川領主なんでしょうね、あれ。難しいですよね。結局力を持たせると勝手に挑戦との。いやで、そこのところでもっとあの、 結局足利氏は自分自身がないんだろうな、例えばここ今川両春を信じてもいいじゃないですか。今川両衆、多分朝鮮との勝手に外交を始めて、あれですけども、多分両春自身は義満とかに対しての反抗者なかったと思うんですよね。だから義満が両春を信じてればそれでよかったと思うんですね。そこを信じられないのが室町幕府。両春の場合それだけじゃなくて多分あの、えー、細川 と芝の主導権争いにも引きずられてる気がしますけどね。鎌倉幕府が六原短大を経営したみたいに、京都から有力者を派遣して、何年か交代できちっとやると。そうなんですよねそうう。そういうこともしないですね。それぐらいやってもいいと思うんですけどね。あ,あそうやん。その六波田短大やり方ありませんね、考えたら。六波田短大方式、要足利の有力一門を。 一家を何年代で、はい、多分室町幕府はそこまで官僚化が北条家と多分足利家が違うんだろうな北条家って結局あの彼ら基本的に引き付け衆を経て赤羽家を除くと引き付け衆を経て京上衆短大と減ますから彼ら自分能力あるんですよ多分足利の一門多分自分能力ないんですよ そういうの全部、あの、伊勢とか、伊能いいとかに丸投げしちゃったから、北条氏は自分が将軍の家臣であって、で、その特宗家の家臣であるという意思が多分つでね。じゃあ多分、赤橋さんは、と、それが徳特装は、あの、基本的に六唐丹大にはつかない。赤橋の所領である時分家とか、不穏寺家とか、 政村流とか金沢氏とかそういうところからおさらぎ氏とかそういうところが出してるから彼らは多分あの引き継ぎ氏やってるんであの実際に事務所かやってるんですよ結果的には大内氏にとってはこれは有利な条件だったんですね大内が強大化していくためにはうん美味しい条件だったね